はい、こんばんは、彦左衛門でございます。明けましておめでとうございます。ね、今日スタートちょっと遅かったんだけど、いきなり、最近ハマった、もうインスタグラムとかって、iPhone の写真とかってよく使う、オーロクリップっていう、これちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあ、去年ですね、もうずっと iPhone 3G、で、我慢して、もう iPhone 5出るかと思って、もう iPhone 4はあまり形が好きじゃないんだからさ。だから、ちょっと我慢して iPhone 5待とうと思ったんだけど、iPhone 5じゃなくて 4S が出てきて、はぁ、どうしようかなと思ったんだけど、あまりやっぱね、iPhone の 3G がもうあまりにも遅くなって、どうしようもなかったし、で、特に魅力だったのは 4S のキャメラだっていうことで。で、これ撮って、もうやっぱりね、特に、いろんな写真のアプリが楽しいんだけど、それ交換できるサイト、インスタグラム。これは本当にキャメラに対する考え方、見方も全部なんか一変して変えたと、思ってるんだけど、で、その中でもうどんどん楽しくなるようになんかいろんな写真撮りたいと思って、そして自分の GH1 でも、DSLR のカメラでも、なんか、他の人の写真見ると、特にフィッシュアイという、魚眼レンズとか見ると、なんかすごい面白い効果とか、面白い写真撮れるから、あれ欲しいなと思ったんだけど、あれ、なんかルメキスのやつ、パナソニックのやつ8万円ぐらいかかるんだよね。6万から8万で。で、気づいたら iPhone 4用の、そういう魚眼レンズが、確かになんか3000とか2000でもなんかケース付きで、買えるから、もう楽天いろいろ探してたら、何がいいかなっていっぱいたくさん見てたら、これ、オーロクリップってやつ。これを見つけて、で、これは何が面白いのかというと4000円かかるけど、ちょっと高くなるけど、でもその中で、簡単につけて、外して、そして、魚眼レンズもあるんだけど、他に普通のワイドのレンズがあると、これを外して、マクロ、つまり、すごくちっちゃいものを、近く撮る。なんか本当鼻のど真ん中とか、ちっちゃいおもちゃとかちっちゃいものなんか綺麗に撮るとか、逆に部屋を広くするやつと、これ360度も全部撮れるレンズ。で、これすごく簡単で、これケース、なんかシールつけてるんだけど、もう簡単に角のところに、こうやって、もう押し付けるだけでもこのまま使える。非常にもうポケットに持てる。携帯性がいいし、で、3つのレンズが入ってて、で非常に、もうこれ、去年からもハマって、で、特にインスタグラムとか、その写真交換サイトで、やっぱりいつもなんか面白い写真っていうか、なんかいろんなソフトで面白く、なんか効果つけたり、まあ面白いものも撮るようにしてて、これやっぱりもう、それ、さらに一つ、もう楽しくして、で、普通のカメラだと、もう8万円かかるレンズ4000円で、しかも3つのレンズが入ってて、非常に使いやすくて、楽しくて、大変おすすめです。何も、金とかもらってない、いいものを見つけただけで、共有しようと思って。そして、俺のインスタグラム、なんか、もし iPhone 4とか 4S とかカメラのいいもの持ってたら、今度 Android でもなんか、インスタグラムができたらしいんだけど、できたら登録して、ぜひ、引っ越さえもね、入れて、なんか写真交換しよう。なんか、結構、ハマってるから。で、やっぱりこれが、普通のデジタルコンパクトカメラと、携帯電話の違いだよね。コンパクトカメラもっと画質のいい写真撮っても、こんなに簡単に編集したり交換とか、公開とかできないから、それがね、こんなちっちゃいレンズなんだけど、iPhone 4S はだけど、まあいいカメラで、すごく面白いことがたくさんできるから、それ最近ハマってる。ということを報告しようと思っただけ。これからね、いろんななんか2and a half years とか、今年もなんかいろんななんか面白い動画撮影しようと思ってるんだけど、これから、ですということで、皆さんもね、今年ももういい年になるように、ぜひ、これからもよろしくお願いします。はい、ピース。